こんにちは、ケイドラです。今日はモンスニュースまとめ解説やっていこうと思います。まずはこちら、案の定コラボ発表があったんですけども、今回は鋼の錬金術師コラボ第2弾ということで決定しました。6年ぶりに来たんでめちゃくちゃびっくりしたんですけども、こういう古いコラボ作品が今回来たんで、今後もしかすると FF だったりストリートファイター、ウルトラマンだったりセーラームーンが来るっていう可能性もなくはないかなっていうふうに思いました。楽しみですね。では新キャラの性能から見ていきましょう。まずは火属性ヴァン・ホーエンハイム。詳しい性能が反射ゲージ亜人族のバランス型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超アンチダメージオール超マインスイーパー M アンチ魔法陣、ゲージでビットンブレイカー SS 短短縮、 SS が自強化&触れた味方の減速率を一定期間緩和する&停止後に敵の攻撃ターンを増加させる20プラス8ターン、友情コンボが貫通ターゲット録音衝撃波4とラウンドバースト。このキャラに言えることは、まず最初、貫通タイプだったら天魔さんでめちゃめちゃ使えたと思います。もちろん反射タイプでもいけなくはないんですけども、全然火力出せないし、プニに関しても処理できないんで、現実的に編成するのは厳しいかなと思います。天魔さん以外だったら現状使い道があんまりなくて、今後このトリプルアンチでハマってくれたらもちろん強いんですけども、なかなかハマりにくそうなんで、未来投資はしにくいかなと思います。ビットンブレイカー持ってるんで、一部のクエストではちょっと変わった攻略法もできるかもしれないんですけども、現状ブレイカーが活躍するクエストほとんどないんで、そこも厳しい感じがしましたね。そして SS ターン短縮持ってるんですけども、この SS はなかなか強力ですね。自強化プラス触れた味方の減速率を一定期間緩和プラス全体遅延持ってるんで、難しいコンテンツでは腐りにくい SS を持っています。ただこれに関しても天魔さんにおいては遅延 SS たまに打っちゃうとバフが発動しなくなるんで、この点に関しても相性悪いんじゃないかなっていうふうに思いました。もちろん鬼丸の減速率緩和に関してはすごく強いんですけども、それと代償にデメリットもあります。友情コンボに関しては貫通ターゲット録音衝撃波4とラウンドバースト、こちらに関してもキラーは特に持っていないんで、めちゃくちゃ火力を出しやすいわけでもないし、すぐに止まっちゃうとラウンドバーストに関しても火力出しにくいんで、この SS を打って減速率を緩和した味方がこのキャラに当たって頑張って火力を伸ばしてくださいっていうコンセプトだと思います。続きまして水属性オリビエ見ていきましょう。貫通ゲージ亜人族のバランス型、ラックスキルがガイド、アビリティが超 AGB アンチ魔法陣重力バリアキラーシールドモード、ゲージでアンチ転送壁、 SS が自強化&停止後に刀で攻撃14プラス8ターン、友情コンボがハイクロススティンガーと超絶ホーミング18となっています。パッと見で結構強いなと思ったんですけども、特徴的なのは重力バリアキラーと転送壁、あとはシールドモードですよね。重力バリアまとっている敵に対しては 1.5 倍火力を出せる上に超バランス型も解放できる、そして友情コンボにもこちらの効果乗ってくるんで結構火力も高いと思います。シールドモードで一定期間は火ダメージも軽減できるんで、難しいコンテンツ向きのキャラかなと思います。そして SS なんですけども、ニュース内のちょっとした使ってみた動画を見る感じ、おそらくボス必中の直殴り追撃でした。詳細はまだ不明なんですけども、内部弱点持ってる敵に対してヒット数3増えていたんで、内部弱点はしっかり拾ってくれるタイプかなと思います。でニュース内では2段階目のパワーアップ倍率が高いっていう風に言っていたんで、こちらは期待したいところでございます。では最後光属性リザ&ロイ見ていきましょう。性能が貫通ゲージ亜人族の砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超アンチダメージオールアンチ魔法陣ダウンポジションキラー、ゲージでアンチ転送壁回復、 SS が一定期間敵の防御力をダウンし弱点効果をアップさせる長弾を放つ&味方を動かし敵を打ち込む、要するに防御力ダウンプラス弱点効果アッププラス大号令ですね。16プラス8ターン、友情コンボが超強ウォールスルーバレットと超強リバースウォールスルーバレットとなっています。まずアビリティから見ていくんですけども、またまた来ましたね、光属性のダメを魔法陣転送壁。ここがね、最近めちゃくちゃ増やされてるんで、これは何か匂います。めちゃめちゃ匂います。近い将来難しいコンテンツでハマるんじゃないかなっていう感じがするんですけども、現状の使い道だけ見るとほとんどありません。ただ難しいコンテンツでハマった場合はしっかりダウンポジションキラー持っているし、回復もあるんでしっかりアタッカーサポーターとしても使えるし、 SS に関しては弱点効果アップ防御力ダウン、そして大号令を持ってるんで、この中でもトップクラスに強いと感じました。友情コンボに関してもダウンポジションキラー乗ってくるんですけども、これは多分思った
ってる以上に火力出ると思います。両方とも光属性だし、別のコラボなんですけども、ファイアーエンブレムでも結構強いと感じたんで、火力はかなり高いんじゃないかなと思います。でこちら第2弾ガチャの星4号に関してはヒューズとカーティスが登場します。でお次は第1弾のキャラですね。こちらしっかり重心化するんでキャラたち見ていきましょう。まずは木属性エドワード、性能が貫通ゲージアジン属のバランス型、ラックスキルがクリティカル、アビリティが超 AGB 超アンチダメージオールカウンターキラーM、ゲージでアンチブロックダッシュ、 SS が自強化&停止後に連生した剣で攻撃20+4ターン、友情コンボがランドスパークと超強貫通弱点ロックオン衝撃が5となっています。もともとは AGB アンチブロックカウンターキラーのキャラだったんですけども、今回超 AGB だったりカウンターキラーM、そして超アンチダメージオールとダッシュも追加されました。かなり動きやすくなったし、アタック能力に関しても高いと思います。友情コンボにもカウンターキラーM と超バランス型の恩恵乗ってくるんですけども、そちらはランドスパークと超強貫通弱点ロックオン衝撃が5。特にサブ友情強いですね。ソロモンと一緒の友情コンボなんですけども、どちらも火力高いんで結構殲滅力はあると思います。そして SS に関しても結構変わりまして、おそらくボス必中の直殴り追撃なんですけども、こちらカウンターキラー M 乗ってくるし、超バラ効果も乗ってくるんで割と火力伸ばせるんじゃないかなと思います。追撃の動き方に関してもワートリコラボのクガユーマ、重心化のブラックトリガーのように星型を描くような感じで動いていたんで、敵の弱点によっては結構火力伸ばせるんじゃないかなと思います。でさらにこちらに関しては分岐重進化しまして、アルフォンスですね、見ていきましょう。反射ゲージアジン属のバランス型、ラックスキルがクリティカル、アビリティがアンチダメージオール超アンチウィンドウアンチ減速壁睡眠無効、ゲージで超アンチワープ状態異常底力、 SS が壁ドン&触れたダメージオールをヒーリングオールに、減速壁を加速壁に連生する12+12ターン、友情コンボが3方向追従型貫通弾と長距離4反射分裂弾となっています。こちらは4アンチアビ対応しまして、一応豪絶のサマとかでも使えますね。ワープ原則としても使えるんで、一応近畿30でも適性もらっています。睡眠無効だったり状態異常底力は持ってるんですけども、これに関しては狙ってできるもんじゃないんで、ちょっと扱い方は難しいですね。友情コンボに関しても当たって完結系ではないし、ちょっと癖あるんですけども、火力に関しては十分高いと思います。そして SS ですよね、これが結構面白くて、壁ドンプラスダメオをヒーリングオールに、そして減速壁を加速壁に変えます。特にダメオ減速のサマに関してはギミックをすべてこちらの味方につけることができる、プラスこのキャラ自身が壁ドンなんで火力をしっかり伸ばすことができます。しっかりギミック当てはまってるクエストでは活躍できると思うし、特に減速壁いっぱい出るクエストに関しては加速壁に変えるんで、ピンチをしっかりチャンスに変えてくれるキャラかなっていう風に思いました。続きまして火属性ロイマスタング見ていきましょう。性能が貫通ゲージアジン属のバランス型、ラックスキルがクリティカル、アビリティが超 AGB アンチダメージオールマインスイーパーエル友情底力、ゲージで SS ターンチャージ、SS が自強化&停止後に最初に触れた敵に炎の錬金術で攻撃16+8ターン、友情コンボがツインインボリトスフィアと超絶爆発となっています。こんな感じの性能なんですけども、個人的には超マインスイーパー欲しかったですね。超アビに関しては1個しかないんで、最近のコラボキャラにしては若干火力を抑えられた気がします。ただ一応ダメオと地雷対応しているんで、魔法陣はないんですけども天魔さんで使えますよね。 SS ターンチャージだったり爆発に関しては鬼丸とすごく相性いいんで、もちろん鬼丸ありきなんですけども一緒に使うことはできます。最近結構アミダ使う機会あったんですけども、やっぱりこの超バランス型のツインインブルトスフィアに関しては火力結構高いし、友情底力発動すると 1.5 倍火力上がるんで十分高い火力は持っていると思います。そして SS に関してはニュース内の使ってみたを見る感じ、おそらく全体割合プラス非直殴り追撃でしたね。全体割合のパーセンテージはわからないんですけども、天魔さんで困ってる方は意外と火力貢献できる可能性があるかなっていうふうに思いました。では最後闇属性リンヤを見ていきましょう。性能が反射ゲージホムンクルススピード型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超マインスイーパーアンチ魔法陣アンチ転送壁、ゲージで連撃キラー回復 SS ターン短縮、 SS が一定期間の自強化&防御力アップ、そして自身の減速率を緩和する 18+8ターン、友情コンボが超絶スパークバレットと超絶分裂貫通衝撃破産となっています。
このキャラに関してはもともと結構使い道少なかったんですけども、今回アンチ転送壁追加されたんで未来投資ができるようになりましたが、現状の使い道は相変わらず少ないです。あとは超スピード型解放できるんですけども、連撃キラーと相性いいんで火力は伸ばしやすいかなと思います。友情コンボに関してはキラーは持っていないんですけども、ミカエルと同じ超絶スパークバレット、これは結構強いですよね。さらに超絶分裂もあるんで結構火力は出るんじゃないかなと思います。 SS に関しては一定期間リンヤオだけが強くなるんですけども、艦隊とかで組んであげれば結構耐久とかもできる可能性あるし、減速率も緩和しているんで火力も伸ばしやすいかなと思います。今紹介しました第1弾のキャラに関しては2月12日日曜日の12時に重進化解禁されます。今回のガチャ開催期間に関しては2月12日日曜日の12時から3月2日木曜日の11時59分までやっています。ガンダムコラボと違ってしっかり翌月またいでくれましたね。で、現時点の今回の当たりだったり個人的に欲しいと思ったキャラを紹介しようと思います。まずはやっぱり進化形態が2つあるエルリック兄弟ですよね。こちらは結構価値が高いと思います。1体当てるだけで2体分のキャラ使えるわけだし、性能に関しても十分強くて、もしかするとボス必中のワンパン系 SS かもしれないんで、詳細が判明次第さらに評価が上がる可能性があります。あとのキャラに関しては今回転送壁持ちのキャラが3体いるんで、現環境よりも今後を見てるキャラが多いんですよね。なので評価難しいところなんですけども、特にオリビエに関しては今回ボス必中の SS をもらってるっていう点と、あとは超バランス型解放できるんで、今後の転送壁のクエストでは結構活躍できる可能性あると思うし、こちらも SS の詳細が判明次第評価は上がるかなと思います。そしてもう一体注目しているのがリザ&ロイですね。先ほども紹介したんですけども、機械属性の貫通、ダメオ、魔法陣、転送壁、この3つを持ってるキャラが最近めちゃめちゃ増えてるんで、近い将来難しいコンテンツにハマる可能性がある上に性能に関しても十分強いんで評価できるかなっていうふうに思います。なので個人的なカタログスペックでの当たりキャラに関してはエルリック兄弟、オリビエ、リザ&ロイ、この3体かなっていうふうに思います。とりあえず現段階での評価なんで、後々他のキャラの評価も上がってくる可能性あるんですけども、一旦この3体は個人的には当たりかなっていうふうに思いました。ではコラボスターターパックのキャラ見ていきましょう。今回は水属性エドワード&ウィンリーですね。性能が反射ゲージアジン属スピード型、ラックスキルがシールド、アビリティが超マインスイーパー M 超アンチウィンドウノーダムヒール、ゲージでアンチ魔法陣アンチ転送壁、SS が自強化&停止後に全ての敵にスパナを投げ、最初に触れた敵に追撃16プラス8ターン。友情コンボが超絶貫通核3弾 EL5 とトライデントチップ層。やっぱり最近のコラボスターターパックのキャラは結構強いですね。アンチ転送壁もあるんで、今後を見据えた活躍もできる可能性があります。SS に関しても運要素なんですけども、状態異常が起こる可能性あるって言っていたんで、そこにも活躍が期待できます。で、今回の降臨キャラに関してはこちらの5体ですね。第1弾の一部クエストに関しても初期に再登場するんで、こちらご活用ください。今回アメストリスミッションというものがあるんですけども、こちらのミッションに挑戦してコラボキャラだったりアイテムをゲットしよう。簡単に説明すると、ミッションクリア等で錬成素材をゲット、そしてその錬成素材を使ってアイテムを錬成、アイテムを錬成すると錬金術師レベルが上がるんで、そうすると錬成素材の獲得量もアップします。ミッションの挑戦方法に関してはこちら、実際にやってみる方が早いと思うんですけども、ミッションの入り口が3個ありまして、最初はミッション1から挑戦で、ミッションをクリアすると錬成素材を獲得、ミッションをクリアしてから5時間経過すると次のミッションへ挑戦可能になります。ただ注意書きがあるんですけども、獲得できる錬成素材の量と次のミッションに挑戦できるまでの時間は各都市ごとに異なります。公式サイトに出ていたんですけども、イーストシティは5時間、ブリックズは10時間、セントラルは20時間となっていました。で、ミッション6をクリアすると次はミッション1に再度挑戦できるようになります。ミッションを繰り返しクリアして錬成素材を集めるっていう形になっています。ミッションクリアでもらえるキャラはジャン・ハボックとフー&ランファンですね。初クリア報酬に関してはこちら、しっかり運極分だったりボイスセットがもらえます。他にもリゼンブールで錬成素材がもらえるんですけども、こちらは1時間ごとに錬成素材が生成されます。
錬成素材の生産量だったり貯められる上限に関しては錬金術師レベルに応じて増加します。錬成素材が上限に達してしまうとそれ以上生成されないんで、こまめにしっかり受け取りましょう。その他錬成素材の入手方法に関しては、リベックウェイ追憶の書庫永遠の神殿、さらにコラボクエストだったりコラボキャラを編成してクリアすると各10個ずつ増えるんで、コラボクエストにコラボキャラを編成してクリアすると合計30個がもらえます。アイテム錬成で消費した素材数に応じて錬金術師レベルがアップしていくんですけども、レベル20が最大値となっています。錬成できるアイテムの一部はこちら、こちらオーブがあるんですけども、公式サイトを見る感じオーブの数に関しては5個でした。で、日替わりアイテムもあるんですけども、こちらにオーブ1個が合計3日間あったんで累計8個ゲットできます。他にはこちら錬成お助けアイテムがあるんですけども、こちらはコラボクエストのみで使用可能です。金卵のドロップ率2倍は本当に大きいんで、これはしっかり活用しましょう。さらにこちら今回の超究極もなんとキングブラッドレイでした。詳細はこちらですね。クエストクリアでキングブラッドレイがドロップ、本来のラックにラックプラス99のボーナスがつくんで、全てのモンスターが運極扱いになります。初降臨日に関しては2月14日火曜日の19時からとなっています。で、さらに中央司令部ミッションというものがあるんですけども、こちらミッションばっかりで結構ややこしいですよね。ただこちらは結構単純でして、ミッションの中身がキングブラッドレイに関係するものしかありません。2つあるんですけども、1つ目が今回のキングブラッドレイのクエストでラック99分集めてください。そうするとワクワクミン EL が1つもらえます。で、こちら下に書いてある通り、前回の超究極で集めたキングブラッドレイに関してはカウントされないんで、ワクワクミン EL が欲しかったら今回新しくラック99集める必要があります。2つ目のミッションが先ほど紹介しました錬成お助けアイテムなし&闇属性のキャラのみでクリア。そうするとキングブラッドレイの進化解放とウロボロスの紋章の勲章がもらえます。今回ミッションをクリアすると2023年バージョンの新しいキングブラッドレイが解放されるわけなんですけども、多分ヒダメージが相当痛いと思うんで輪矢を接待なんじゃないかなと思います。最後にログインでメイちゃんと2日目5日目に関しては特玉1個がもらえます。以上コラボ情報盛りだくさんだったんですけども、コラボ開始日に関しては2月12日日曜日の12時からとなっております。さらに今回は1年1ヶ月ぶりに情報修正が実施されます。めちゃくちゃ久々でしたね。情報修正のデータに関しては2月10日金曜日の20時頃に入ります。全キャラ紹介するとめちゃめちゃ長くなるんで、今回は一部だけ紹介します。まずはコラボキャラランファンですね。ステータスの攻撃力がアップしまして、アビリティに関してもだいぶ強化されました。そして SS に関しては威力強化とターン数が24から16ターンに、友情コンボの区内に関しても威力アップしております。で、次は降臨キャラのスカーですね。ステータスの攻撃力が上がりまして、カウンターキラーかっこ楽だったりアンチ減速壁もつきました。SS に関しても威力強化と友情コンボに関してはフリアから超絶フリアに変わりましたね。で、次モンストのキャラなんですけども、背徳ピストルズ、このキャラは結構変わりましたね。超マインスイーパー M から L に変わりまして、バイタルキラーが素浴びでつきました。そしてリジェネに関しても M に変わりまして、友情コンボ爆撃から十字爆撃に変わりました。バイタルキラーに関しては前まではゲージにしかつかなかったんですけども、今回のアップデートからベースにつくように変わったんで、しっかり友情コンボにもキラーの効果が乗ってきます。結構別キャラに変わったと思うんで、こちら使ってみるの楽しみですね。続きましてラーに関してはカウンターキラーがベースに変わりまして、魔王キラーが神王封じに変わりました。さらにアンチ減速壁の追加とコネクトスキルにソウルスティール M がつきました。コネクトの条件もまたは合計ラック100以上がついたんで、より組みやすくなりましたね。友情コンボに関しても両方とも超絶に変わったんで、だいぶ強化されたかなと思います。で、最後にサクラ、ステータスの攻撃力が上がりまして、超アンチワープの追加、さらに SS が強化されまして、ターン数も初ターンが12ターンに変わりました。で、友情コンボですね、超強オールレンジバレットから鋭角3方向追従型貫通弾に変わりました。これは結構大幅な強化ですよね。このキャラ砲撃型なんで結構火力出るんじゃないかなと思います。その他マスターコーブ含めて結構いろんなキャラ強化入ってるんですけども、こちらの詳細は公式サイトで確認できます。
では最後、重心化回の情報を見ていきましょう。今回はバレンタイン予想的中、ショコラが来ましたね。では性能を見ていきましょう。反射のアジン族超バランス型、ラックスキルがクリティカル。アビリティが超 HB アンチ減速壁シールドブレイカー。コネクトスキルで超マインスイーパー M カウンターキラー友情コンボ ×2。条件としましては、アジン族以外が2体以上、またはバランス型以外が2体以上。SS は変わらず号令ですね。12プラス8ターン。友情コンボがエナジーボールと超強ヨーヨー弾。アンチアビに関しては重心化から変わってはいないんですけども、超アビ2個ついたっていう点と、あとはシールドブレイカーだったりカウンターキラーももらいました。コネクトの条件的にも2体編成はできるんで、割とアビリティもらってると思いましたし、今回カウンターキラーがついたことによって殴り火力もアップしています。で、友情コンボが大幅に変わったんですけども、エナジーボールと超強ヨーヨー弾、こちらが友情コンボ ×2 によって2発出るんで、ちょっと扱いが難しい友情コンボが2つあるんですけども、火力に関してはカウンターキラーも乗ってくるし、超バラ効果も乗ってくるんで、なかなかに高いんじゃないかなと思います。もちろん反射タイプなんで普段使いはしにくいと思うんですけども、友情火力だけで言うとなかなかもらったんじゃないかなと思います。そんなショコラの重心化解解禁日は2月14日火曜日の12時からとなっております。では一番最後、重心化情報を見ていきましょう。今回は水属性、毛利元就が来ましたね。最近毎週毛利で予想していたんで、今回あえて変えたんですけども失敗しましたね。では性能を見ていきましょう。反射ゲージ侍族砲撃型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティが超マインスイーパー M 神王封じ生成封じ友情コンボ ×2、 ゲージでアンチ転送壁回復 M、 SS が弱点露出16プラス8ターン、友情コンボが超絶機弾とトライアングルボム。このキャラは神化ベースなんですけども、結構進化の要素も混ざってきましたね。キラー対象4体には 1.5 倍の火力出せるし、友情コンボ ×2 持ってるんで、この砲撃型の友情コンボが2発出せます。さらにまたまた転送壁ついてるんで、今後のクエストで活躍できる可能性があります。回復 M だったり SS に関しても弱点露出持ってるんで、しっかりサポーターとしても活躍できると思います。そんな毛利の重心化解禁日も2月14日火曜日の12時からとなっております。すいません、最後細かい情報を忘れておりました。明日2月10日はモンスの日っていうところで、ラッキーモンスター集めてるとワクワク見2つがもらえます。さらに2月14日火曜日の12時からは未開の大地が出現しまして、新たに拠点42が追加されます。で、一番最後の情報は新爆絶 R、初降臨日に関しては2月17金曜日の19時からとなっております。こちらトレジャー9もあるんで、皆さんしっかりクリア目指しましょう。以上、今週のモンスニュースは終了でして、来週は2月16木曜日の16時から、ラッキーモンスターはこんな感じになっております。とりあえず情報めちゃくちゃ多かったんで、結構動画長いと思うんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではバイバイ。